紙芝居ってあると思うんですけど、あれってだいたい絵だけで内容わかるじゃないですか。ということで今日は初見の紙芝居の内容を絵だけで当てるっていうゲームをします。お前じゃない、あちゃったあちゃった。なるほどね。昔々あるところにおじいさんとおじいさんがいました。おじいさんは海で釣りをしていたところ、大量の金貨が釣れたと、もう片方のおじいさんに笑顔で話しかけました。それを猫が見ていました。で続いて、それを知ったもう片方のおじいさんはウッキウキでその海に行きました。どうね、わかりやすい。船を漕いでいると、お、いい場所があったなと思い、即座に釣り竿を出して下に釣り針を置いてみた、入れてみた、海に投げ入れてみた。すると中から大きな鯛が釣れました。ね、え、嘘でしょ、なんで捨てた、なんで捨てた、なんで捨てた、それ待って、意味わかんない。あまりに光り輝いていたのでとても眩しく、とっさに逃がしてしまいました。意味わかんない。さらに光が強くなり、あれ、しかし海に投げ出そうとしたにもかかわらず、その鯛は空中に浮遊した状態でこっちを見守り、もう片方のおじいさんは慌てふためきました。なるほどね。え、終わった終わった、え、なんて続きあんのかな、これ。お前じゃない前編お前じゃない前編かな、これ。後編、お前じゃない後編はあるのかな。じゃあ答え見ましょう。釣りに行ってコパンを50両持ってたと聞いた八五郎さん、わかんないな、八五郎さんわかんないな、さすがに。で、まあ、ここまで合ってると。早速釣り竿を数えて出かけました。まあそうですね。船を沖に漕ぎ出して釣り糸を垂れると、すぐに大きくて立派な鯛がかかりました。よし合ってた、鯛は合ってた、鯛合って、鯛正解で、ここからわかんないですよ、なんで捨てた。すると八五郎、針を抜くとポンと海へ投げ出してしまい、えい、お前じゃない、終わった。意味がわかんない、意味がわからない、意味がわからん。あ、そういうことか、お金にしか目がなかったんだ。だからもうそのものの価値に気づけなかったんだ、こいつは。八五郎は。なるほどね。空中浮遊は正解でした。残念ながら。僕は文字を見ないように、なるべくだから遠目でいきます。最後の嘘。昔々、あるところに、おじいさんと、お姉さんとお兄さんと子供がいました。やっぱ変えます。昔々、あるところに、いろんな人に、めっちゃ話しかけるおじいさんがいました。なるほどね。なんで、あれ、同一人物かな、これ。同一人物かな、これ。おじいさんは寂しがり屋なので、寝る時も周りに2人以上人はつきます。やっぱ寂しがり屋なんでしょうね、おじいちゃん。そんな、あれ、増えた。おじいちゃんの寂しがり屋は年々増加していき、ついに寝る前に6人以上つきないと安心して寝れなくなりました。困ってますよ、なんか顔も、ほら顔も困ってる、これ。他の人の顔もめんどくさいな、こいつ。めんどくさいな、こいつって顔してません、なんか。続いて。おじさん起きたぞ。おじいさんが起きると、今日もわしのためにいてくれてありがとうのと言い放ち、周りの人間はこの地獄の7時間が終わったことに安堵し、子供はもうよくわからなくなり、バグりました。さあ、なんだこれ。あー、金欲しいなーって。おじいさんは起きて早々金のことを話し出しました。それを聞き周りの大人は、こんな自分勝手な老害はこの世から早く消えてしまえと内心思いながら、おじいさんの話を聞くのでした。そしてまた金の話をすると、寝ました。再度寝ました。周りの大人たちの顔はどんどん暗くなっていき、おじいさんに対しての怒りやストレスが溜まっていきました。寝んのか、また金の話して。あ、おじいさんやがた、ついにもうしびれを切らしたのか、おじいさんの元を離れた6人、外に出た途端おじいさんの愚痴を話し始めました。え、なんだこれ。あ、なんか床になんか埋まってあったのかな。あ、これあれか、おじいちゃんのさっき言ってたお金か。あ、待って、
そういうことか。なんかもうこの物語がおかしいことに気づき始めた自分で。一同はおじいさんが先ほどお金の話をしていたことに思いつき、第ロッカーを感じ取り、床を開けるとなんとお金が入っていそうな壺が見つかりました。あれ入ってないなこれ。しかしその壺にはお金が入っておらず、紙が出てきました。その手紙にはこう書いてありました。お前らここで第六感を感じ取ったじゃろう。それは当てにならん。そんなもんは当てにならんぞ。と書いてありました。一同は呆れて笑い、おじいさんを殺すことを決めました。おしまい。おじいさん、このおしまいはおじいさんの人生がおしまいです。これかっこおじいさんの人生がおしまいですね。昔々あるところに、あ、嘘つきの名人がいました。なるほど。その名人は年を取って体が弱くなり、もうすぐ死ぬばかりとなりました。嘘つき名人といって悪い嘘はつかず、嘘で人を笑わせていい人だった。なんか申し訳ないな。みんなそう言って嘘つき名人のところへ集まってきました。人望あるんですね。すると嘘つき名人は小さな声で言いました。皆さんどうか元気で暮らしてください。そのためのお金を少しばかり用意しています。私が死んだらこの家の床下を掘ってみてください。壺の中にお金が入っています。まもなく嘘つき名人亡くなりました。亡くなったんだ。これ寝てるんじゃないんだこれ。これ金の話をしてからもう一回寝たんじゃないんだこれ。違いましたね。そんな人じゃありませんでした。お葬式が終わるとみんなは床下を掘ってみました。あ、もう死んでたんだ。嘘つき名人が言った通り壺が出てきました。その壺の蓋を取ってみると1枚の紙が入っていました。その紙には皆さんこれが私の最後の嘘ですと書いてありました。はは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 。殺そうじゃなかった。同い年、昔々あるところにおじいさんと小さな猫がいました。おい猫や、お前さん腹は空いていないかのうとおじいさんは言いました。おお、いる猫いる、本当に猫いる。よし来た、来てる。本当にそうかもしれない。おじいさんは腹を空かせた猫を自宅まで連れて行きました。お、これおばあさんですね多分。腹を空かせた猫がいるからご飯を作っておくれとおじいさんはおばあさんに言い放ちました。するとおばあさんはするとえするとえ何するとその話をおばあさんにしていた途端、急に右足に小規模の雷が2本落下し、慌てふためきました。しかしおばあさんは笑っています。おじいさんは内心、こいつは人の不幸が好きな鬼畜野郎なのか、すぐに別れてやろうと思っていました。しかし治った。しかしおばあさんの超能力により小規模の2つの雷は大気中のどこかへ消え去りました。おじいさんは意味不明といった心境です。本当だ、本当だ、本当にそうだ。本当に意味がわからなくなったおじいさんは頭がおかしくなってしまい、はてなマークのことしか考えられなくなりました。とりあえず頭を整理しようと思い、口を開けて深呼吸をしました。え？状況を整理しておばあさんにさっきやった出来事を話しました。おしまい。ははは。なんでこれが昔話殿堂入りしたんだろうこれ。てか最後まで猫出てこなかったな。猫どこ行ったんだろう。最初の腹をすかせた猫は。長屋に住む男がある時医者のところへやってきました。猫関係ない、猫関係ない、関係なかった。全然違う猫だ。よく見たらただの一般猫1と一般猫2だった。違いました。猫は関与しておりません。この話に、先生どういうことか。右の足が痛くて。ふむふむ、きっと年のせいだろう。はてなはてなはてな。でも先生それは変ですよ。だって左の足も右の足と同い年だが、ちーとも痛みませんから。おしまい。あ、そういうこと。なるほど。ということでいろいろやってみましたけど、いける時といけない時がありましたね。ということでありがとうございました。ということでありがとうございました。